そういう、まあ、資本主義のね、まあ、ネオリベラリズムの世界とか、そのコンピューターの社会が開くような、こう、もう参加せざるを得ないような状況に、まあ、意識してるとしない、してないとに関わらず、もうそこにいてしまうっていうか、そういう時にやっぱそのクリティカリティをどう回復そのできるのか、さっき金松さんが、すごい難しい言葉で本人の自己言及性の差とかって言ってたけど、その何だろうな、そのずれていくお互いの中でどう共通点みたいな、横節を刺すって言ってましたよね。本当はなんか、あの、表向きは僕らはなんかこの人はこういう人でしょ、この人はこういう専門でしょとかって思われてるにもかかわらず、でもどっか共通する思いとか趣味とかが あったりすると、そのこの共通点をどういうふうな場があったらとか、どういうふうなメディアがあったらこれがピーッとこうつながるのかななんて僕は考えてたんですけども、だってこの間、まあ、なんていうの、あの、ちょっと補足すると、あの、ロンドンのキルバーンっていうところでね、キルバーンマニフェストって知ってる、これも、あの、本当先月ぐらいかな、キルバーン宣言っていうものが、まあ、あの、英国のそうそうたる、まさにもうモーリーさんの知ってるスチュアート・ホールとか、そういうカルチャースタディーズの英国の学者たちの連帯でキルバーン宣言っていうのを出してるんですよ。で、まあ、ウェブサイトに行くと出てるんですけど、まあ、すごい分厚い本の宣言文書で、まあ、意外に珍しいんですよね。いわゆる学者たちがこう一緒になって、なんかこう今の英国のいわゆるその保守党政権なので、あの、イギリスもやっぱり相当今、あの、公的サービスがこうもう本当毎日カットされていて、 とにかく教育とか、まあ、危機的な状況なんですよね、大学と。で、そういう先生たちがまあ宣言を書いて、そこで一番目に入ったのは、そのいわゆる今 の我々が生きているそのネオリベラルな状況がまさにそのコモンセンスのようなものになっちゃった、いわゆる本当に誰もこう疑問しない当たり前のようなこうものになっちゃったことによって、いわゆる、20年前政治だよねっていうようなものがもう政治だよねではなくて、あ、コモンセンスだねっていう感じにこ うまくすり抜かれたっていうか、あの、そういうものがね、ほんついこの間読んでて、まあ、なんか今話してるようなことのもう一つのそういうアングルがね、今イギリスであるなと思い出しましたけどね。なんかだから、まあ、そこまで、まあ、ちょっとこう暗くなっていくんだよね、こういう話とかすると本当にこうなんていうの、抜け道といって変だけど、なんかじゃあどうすればいいんだみたいな話がよくあるじゃないですか。なんかでも一個その、まあ、これが解決策ですみたいなものは絶対ないですけれども、まあね、あの、まあ、東京事典と引っ掛けて言うならば、ああいう書き乱す言葉の短編とかキーワードみたいなものの、うん、あの、浮遊した状態の中でどれとどれをくっつけたらこういう視点が持てますとか、あの、また別の角度から見ると、あの、離れて見えていたこっちとこっちがつながって別の像が浮かび上がりますっていうような、そのテンポラ、その時にしか成立しないような言葉の紡ぎ方とか、うん、点と点の結び方っていうものをどんどん重ねていくっていうことで、その固い批評とか何か新しい何々派とかっていう、あの、立場が出てくるのではなくて、それが、あの、まあ、空間的にも時間的にもたくさんあってっていう状態をお互いにきちんとディスカッションできるっていう環境を作るっていうのが一つは手段なのかな。なんか結構だから、あの、そのね、解決策があればみんなね解決そうやってるわけで、そんなないからみんなこんなと思うんですよ。ただあの なんていうかな、多分保守の話に関して言うと、まあ、選挙でもそうなんですけどね、今回 の、あの今自民党と公明党と共産党がこの選挙で勝ったみたいなことをちゃんと考えたりすると、あの、イデオロギー的には僕どれもそんなに好きではないけど、好きではないというか、まあ、自分と違うなと思うんだけども、でも学ぶところはあるなと思っていて、というのはやっぱ彼らは組織をちゃんと作るんですよ、なんやかんや言っても。 でも結局そういうことがきちんとして、その本当に子供の時から教育をするような組織体には全然勝てないっていうことがはっきりしてきたんだっていう気がしていて、でそれをじゃあどう考えるかっていうと、まあ割と地道にこうきちんと一つ一つのなんか身の回りにいる人たちをちゃんと説得し、一緒に人間関係を作り、まあ議論をし、まあ説得しっていうと
そこっちの意見に合わせるみたいなんだけども、少なくともなんかあることをやっていくみたいなことを、やっぱりちょっとこう、左派とは言わなくても、少なくともリベラル派の人たちが怒ってきたっていう気がするんですよね。だから、で、いるがえて、例えばイギリスで一応まだすぐ、ね、政党とか見てると、例えば保守党と労働党って見ても、労働党の子供、若者って子供の時から労働党じゃないですか。でそれに対してやっぱりちゃんとそれなりに学校だとか中学校だとかいろんなネットワークがあって、そこで初めて労働党と保守党との二大政党が出来上がってるわけで、それを今のそのなんか多分政権の国会のごちゃごちゃやってみんなの党が人が逃れてこっちで第一勢力みたいなことやってる限りできっと何も起きないんだと思うんですよ。でむしろなんかまあちょっと反省をきちんとして、その5年とか10年のタームできちんとこう何かを組み上げていくみたいなことをやることしかあまり思いつかないですよね。でそれはなんか一気に変わることでもないし地味なことだし、まあなんかそれこそこういうミーティングをするみたいなことに尽きるんですけど、なんかまあそういうことなのかなっていう感じはすごくしてきて、そこをなんか一気に変えるっていうことをちょっと妄想しすぎた気がするんですよ。アンデルとか何かありますか？そうです、まあ一つ思うのは、日本美術を見て一つ面白いまだ可能性のある例の一つは、いわゆる美術協会だと思います。はい、なんかもう本当に典型的な、なんていうの、日本美術業界の、特徴の一つ、でしたが、まあ80年代に入ってからなんとなく消えていった現象なんですけど、まだまあもちろん集団として美術協会というのはいろいろヒエラルキー的な問題も、まあそういうそれなりに政治的な問題も含んでるんですけど、まあなんとなくこういう膨大なんていうの情報社会においては、一人だけでニュースをピックアップしようとするのはなかなか追いつかめないから、この5人でじゃあ政治運動美術展開なんとなく集団としてそういう情報をスキャニングして反応するようになればいいと思うし、またまあ、その参加する参加しないかっていう話に対しては、まあ、とにかく5人としてなんとなくある種のコミュニティに参加してる、そこから広がっていく可能性があるけど、まあ、それとも自分で、道を開けるようになればかもしれないと思うから、まだ可能性があると思うし、まあ、美術協会だけではなくて、例えば勉強会っていう手段の形もいろんな可能性があると思うので、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長かったけどね。2時間話しましたね。Towards a spectacular criticality、東京大丈夫っていうテーマでしたけども、基本的にその今クリティカリティっていうか批評性ってどういうふうに考えられるのかっていうところがメインのテーマだったんじゃないかなと。結局そこにどんどん集約していけたっていうのはすごい良かったんじゃないかな。でそれを例えばその1964年の東京オリンピックと我々が今その立ってる2020年をの東京オリンピックを控えた今、その批評性っていうのはどういうふうに考えられるのか、例えばあれだよね、その昔第1回目のオリンピックの時はまあその批評的ななんていうの、反芸術とか、そういう活動が活発で、とにかく権力的な権威的なものに
反抗する、対抗するっていうのが可能だった。そうね、非常にこうある意味ではこう、まあ、白黒というか、なんかこうはっきりするようなそう、ね、その対抗というか抵抗構造に対して、うん、あのまあ毛利さんとかね、この辺言ってましたけど、うん、やっぱりあの、まあ、テクノロジーとか、まあ、あのシステムとか、ね、まあ、システムによって、うん、まあ、そういう、クリティカリティのモデル自体がもうちょっとありえなくなったというか、あう、ね、まあ、ちょっとパロディになっちゃうので、うね、まあ、どうすればいいのかっていう、ね、うんうん、で、まあ、いろんな意見というかいろんなポジションが示されたよ ね、 そうね、パネリストから。そうですね、あの 僕らがあの僕らの生活とかをもうすでに取り囲んでいるこの資本主義のシステムとか、うん、そういう体制みたいなのにどう関わりを持つかっていうところで、どの批評性が保てるのかみたいな話になってきたのかなっていう気はするし、うん、そこでロジャーとかはそれに参加しないっていう、うん、そういう一つの態度もあるじゃないかっていうのもあれば、もしそれに参加するとしたら、例えば金松さんみたいに、うん、なんかそのなんて言うんだろうな、横串を刺すっていうか、うん、そのいろんな人それぞれみんな違うんだけど、その人たちの関心とか興味みたいなのの横串がパーってつながるような、例えば場とか、そういった公共的な空間っていうのが ね、アンドルもなんかこう交流できる場みたいな話もね、うん、してたと思うんだけど、そういう場があんまり今の東京とか、まあ、あの今までの東京のアートシーン、少なくともアートにはあんまりなかったんだよね、そうだね、話もしてたよね、うん、そう、あとはまあそういう集団的な力というか、なんかこ、まあ、コレクティビティの力というか、そういう数人単位から何かがこうできるんじゃないみたいな、で そういうコレクティブがまあつながっていったりとか、うん、そういうことをしながら、なんか新しいそのクリティカリティみたいなのが考えられるんじゃないかなということがちょっと印象に残ったかな。結局なんかあの出てきたものって、まあ意外にそのなんていうの、20世紀後半のこう現代思想の中で相当語られてきたよね、思わない、うん、なんか僕はすごいドゥルーズ語りとかそう、ね、すぐ思い出したんだけど、うん、やっぱりそのあのまあマージンにいるっていうか終焉にいる小さなこうクラスターみたいなものがいっぱい、うん、まあ、プラトーとしてあって、うん、それをこうまあ、 あの線でこう結ぶみたいな、うん、こう飛ぶ線みたいなので結ぶみたいな、うん、あのまあ、例えを思い出したし、うん、まあなんかあの決してすごいこうオリジナルじゃないけど、結局そういうようなところにこう落ち着いていくのかなみたいな感じはちょっと改めて思ったけどね、うんうん、そのなんていうの、あのまあそういったクリティカリティを、回復していくとか、うん、新たに探していくきっかけとして、多分東京事典っていうのは、うん、そのいろんなあのパースペクティブっていうか視点があって、うん、見る人が自在に例えばこのプレゼンテーションとあのプレゼンテーションをつないでいけるような、そうだ、ね、で何かこう新しいアイデアをこうどん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 更新していくような、そういったその知能ポッドみたいな、そうだから、あとカタリストだ、ね、そうだ、ね、いわゆるその引き金的な、こう、うんうん、なんていう、何かをこう加速するっていうのかな、だから結論はないんだけど、でもそこに行くと何か次の方向性みたいなのが見つかるっていうような、うん、そうなんだよね、うん、そうソリューションではない、うん、なんかこうもっとモヤモヤにしていく、そうそう、もっと動けっていうふうな、そうかもね、うん、そうね、動くっていうのはいいかもね、そうですね、確かに、はい、というわけで、とりあえず東京事典は今年度で3年目が終わって、うん、一旦これでおしまいになりますけれども、また1年度に向けて、こういう場合を、まあ、継続的に確保していった方がいいんじゃないかなと思ってますので、うん、ぜひご期待ください。